より小さい26日、下関ボート2日目、花本剛が2日目連勝ゴールを駆け抜けた。前走者の同期、中山翔太の41号機を受け継いで初日は2コースから4着も、道中は寺田翔に一時、肉薄するなど見せ場は作った。迎えた2日目は5、1枠での2回走り。前半はピット離れで4コースをダッシュすると、 角からコンマ03の S を踏み込みまくって今節初白星。勢いに乗った後半もイン逃げでダブル白星の活躍だ。ペラは前回の下関の形に近づけました。出ていくことはない。